それではですね、時間になりましたので、ただいまから、原発の地震動の、過小評価をめぐる、署名の提出および集会を始めたいと思います。皆さんご存知の通りですね、大飯原発の、地震動の評価をめぐってこの間ずっと、島崎前原子力規制委員会の、副座長ですか、副委員長ですか、はい、委員長代理ですが、ですね、この今まで、使われてきた入倉三宅式という、評価式が、これはその、原発によっては過小評価になるという問題提起をしました。でこれはですね、熊本地震なんかでの経験をもとに、島崎さんとしても検証してみたら思っていた以上の過小評価となってしまったということで、原子力規制委員会に対して特に大飯原発ですね、大飯原発を問題視しまして、竹村式という、式を用いて評価をやり直してくれということを、島崎さんが申し入れました。でこれに基づいて、原子力規制庁がですね、竹村式を使って、計算をやり直したんですが、その詳細についてはですね、後ほど集会の方で、解説があると思いますが、結果的にはその関電が計算した、基準地震動よりも低くなった。しかし竹村式はその入倉式と比べて 1.8 倍実は大きくなったという、評価もあり、ここら辺ちょっと込み入っているんですが、後ほど集会の方で、ご紹介したいと思います。で私たちとしてはですね、やはりこれは地震動のその基準地震動の過小評価というのは由々しき事態であるから、竹村式で全ての原発の基準地震動を、再計算してほしいということを、今回申し入れたいと思います。で、ですね、この件をめぐってやはりですね、非常に分かりづらい、私たちの目から見てですね、かなりこの原子力規制委員会の状況をウォッチしている、目から見ても非常に分かりづらいところもありますので、実は今日は、政府交渉という形で規制庁をお招きしてやり取りをしようということを考えておりました。ただですね、原子力規制庁は月曜日に明日ですね、議題に、後ほどご説明があると思いますが、明日も、議題に上がっていて、今、協議中ということでですね、今回の政府交渉は質疑はなしということで、お断りになった。でただ署名の提出はぜひさせていただきたいということで今日お二人に来ていただいたという、すいません説明が長いんですが、そういった経緯でございます。じゃあまずですね、福島水産事務所の石川です。今日もご苦労さんです。おかげさまで皆さんご承知の通り、また議員としてここで活動できることになりましたので、皆さん本当にご支援ありがとうございました。本来は福島来る予定だったんですけども、世の中で起きているさまざまなことに参加しなくちゃいけない立場で、沖縄の高井の方に行りまして、ご了承ください。それで、これからもですね、皆さんの活動をこういう形で、省庁交渉をセットしたりすることをやっていきますので、これからも皆さんご支援のほどよろしくお願いいたします。で今日は今説明ありましたように冒頭の15分というお約束で来ていただいておりますので、時間を守って進めていただければと思います。それでは進めてください。それではですね、まず署名の提出をしたいと思います。グリーンアクションのアイリン・スミスさんから、署名を提出したいと思います。呼びかけ賛同団体98団体です。そして個人565人、これ2日半に集めた緊急要請書です。入倉三宅式の過小評価を熊本地震が証明、竹村式を用いた規制員の再計算により地震動は 1.8 倍にということで、原子力規制委員会委員長田中俊一様に
緊急要請書です。で、要請事項1、美浜原発3号機の審査手続きをやめ、寿命延長を断念すること。2、原発を止めて全ての原発の基準地震等を竹村式で再検算すること。で、この、要請書はですね、呼びかけ団体は福井県の皆様をはじめ関西一円、東京首都圏、そして原発現地九州などで全国の団体から呼びかけられました。で、賛同は緊急に集まり、今申し上げたように全国の団体そして個人から集まりました。ぜひこの、要望事項をそのまま認めていただきたいと思います。では田中委員長宛てということでよろしくお願いします。はい、それではですね、それからですね、入倉宮家式による基準地震動よりもその竹村式の方が結果的に 1.8 倍になったというふうに考えており、ただその規制委員会 その再計算ではその計算のベースになる基本パターンについて、観点が使った よりも小さい値を取った、それからその不確かさの考慮による上乗せというのをしないということによって結果的に、観点の、計算したその基準地震動より下回ったというふうに、まあ、私たちは考えております。はい、じゃあこの関東経緯についてですね、規制庁さんの方からですね、ちょっとご説明いただいて、特にその明日のその議題で、どういうその協議とか規制庁の中のでどんなことを協議されているのかについてちょっと説明していただければと思います。すみません、座ったままで失礼させていただきます。すみません、自己紹介遅れました。私、原子力規制庁の、地震津波担当の鈴木と申します。今日一緒に来ているのは同じ技術基盤グループの方の地震津波担当の日比野というものが来ていますが、経緯の説明については私鈴木の方からさせていただきます。で、先ほどすみません三田さんの方からもお話があったのでちょっと繰り返すようなこともあるかもしれませんけれども、もともと今回ですね、大井発電所の地震動の試算をしたという経緯といたしましては、今年の6月ですね、6月の中頃だったかと思いますけれども、原子力規制委員会の前のですね、委員長代理をされていた、島崎邦彦氏がですね、大井発電所の地震動評価で、これは地震モーメントという、後ほど多分難しいやつはこの後にやられるんだと思いますけれども、入倉宮家式という式を使ってですね、地震モーメントを計算していたと。で、この点、島崎さん、地震、震源の規模というのは表現されてましたけれども、こういうものは過小に評価されているという趣旨の、お話しされているということで、これは6月頃にですね、報道なんかでも出ていたものでございます。で、実際その、報道ベースということもあるのでですね、どういう趣旨 そのご意見なのかっていうのは、なかなかこう伝わりづらいんじゃないかということで、これをですね、一度原子力規制委員会の方にですね、お越しいただいて、島崎氏にお越しいただいて、これ田中委員長と石渡り、あとは規制庁の職員も含めてですけども、面会をいたしました。これが6月16日でございます。で、その面会の際にもですね、島崎氏先生もですね、いわゆるその、一度何かしらの計算をやっぱりしてみて、それからやっぱり議論が進むんじゃないかということで、先ほど熊本地震の話もありましたけれども、熊本地震を受けてですね、今得られているその熊本地震の情報からすれば、これはちょっと入倉宮家式で地震モーメントを出しているというのは、過小なんじゃないかというのが、島崎先生のご意見ということで、で、その際にも一度やっぱり計算をしてみてから何か議論が始まるんじゃないかという、ご提案ございましたので、その面会を受けてですね、翌週の6月20日、ちょっと定例水曜日じゃなくて別の曜日になってますけども、6月20日の原子力規制委員会で、大井発電所の審査に当たっておられたですね、当時当たっておられた島崎氏からの提案ということもありますので、入倉宮家式とは別の式と、特に島崎が何かどの式でというのは指定はなかったんですけれども、その面会の際にですね、示されている式の中で多分一番モーメントの倍率が大きいであろうですね、一応竹村1998の式ですか、
でこれをまあ使って試算をしてみるようにということで、あの原子力規制委員会の方から私原子力規制委員長の方に指示がございました。でその試算についてはですね、あの7月13日の原子力規制委員会の方で、報告をさせていただきまして、まあ、その際すみません細かい議論は止めますけれども、まあ、結論としてその大井発電所の基準地震動の見直しは必要ないであろうという内容の議論でございました。で一方ですね、島崎先生からすればその委員会の議論とですね、まあ、結論といいますかその、基準地震動を見直す必要がないという結論についてはこれは島崎先生ご自身は納得できないというところで、ちょっとここはすみません、我々の規制委員会側と島崎先生とのちょっとコミュニケーション不足っていうのもあったので、誰がどういう印象を持ったかっていうところはすみません、ちょっと端折りますけれども、でそういったこともあってですね、7月の19日に、再度ですね、田中委員長、石渡委員と島崎先生にもお越しいただいて、委員会の議論について、どういう点が納得できないのかという点でありますとか、そういったところをですね、また再度の面会でお話をさせていただいたというところでございます。で、その際にですね、もともと今回原子力規制庁がやった試算というものが具体的にどういうものだったかというところは、すいません、7月13日の委員会の場ではほとんどその説明がなくてですね、計算結果そのままが出ている、これはおそらくもしご覧になられている方もいればそういう印象を受けたのかもしれませんけれども、そういったことで今回 その7月19日の再度の面会の際にですね、今回の試算というのはいろいろその計算条件といいますか、そのモデルの条件などにだいぶ無理があった、そういう条件下での、計算でありますというのは規制委員会側の方から、島崎先生にはご説明をしていて、で一方島崎の方先生の方はですね、今回の条件は別に、非常に、ご自身が思われていた、条件と同じような条件でやってくれていたということで、そのあたりで、島崎先生との現在の原子力規制委員会との見解が、分かれているような状況になっております。でただこれら その経緯といいますかについてはですね、7月13日の委員会の時には計算の詳細というところは説明をきちんとしていなかったということで、また先ほども少しお話ありましたように、原子力規制庁の方ではその竹村1998の式を用いた計算の前にですね、入倉三宅式を用いて同じような条件での計算をやっていてですね、でその計算結果が同じ関西電力が同じ条件下でやった関西電力のですね計算と合わないと、でかつその規制庁の方の値の方が小さかったということで、この点についてもその7月13日の規制委員会の方では具体的な説明はしておりなされていません。で、そういったこともありましてですね、7月20日の委員会の場で7月19日に、島崎と再度面会しましたというのをご報告させていただいた際に、これは7月20日の委員会で、今回 その試算の過程についてもですね、改めてきちんと詳細に説明をして、それからきちんとその取り扱いについて議論すべきでしょうということで、こちら再度説明するようにということで、規制庁の方に指示がございまして、で、こちらについては明日の27日ですね、明日 の規制委員会の定例会もおそらく昨日議題としては出ていると思いますけれども、明日の委員会の議題として上がっておりまして、そこでその今回ですね、7月13日に規制委員会に、報告をした試算のですね、詳細どういうモデルを組んでやったのかとかですね、どういう考え方でその科学的に無理がある条件じゃ絶対どういうことなのかというところをご説明させていただいて、で、委員会の場で、それをもとに議論をいただくということになっておりますので、すいません、具体的なところをですね、今の時点で皆様にご説明をしたりですか、意見交換をしたりというところができないというところは申し訳ないですけども、今そういうのが現状でございます。なので明日ですね、規制委員会の議題になってますので、そういったものもご覧いただければと思います。すいません、規制庁の方から以上です。すいません、そうしましたら、私は坂上といいます、原子力規制を監修市民の会の方です。一応こちらの要請の趣旨をちょっと改めてご説明したいのと、一応状況説明ということですのでちょっと確認をさせていただきたいんですけども、まずこちらの趣旨はですね、島崎さんも
同じことを言っていられるんですけども、まあ、今回の再計算については、まあ、今お話しされたように、その比較になるベースの基本モデルのところで関連の計算式と、非接続計算式がちょっと違っているという問題と、あとその不確かさをどう考慮するのかというところで、まあ、現行の基準地震動では不確かさを乗っけているんですけども、再計算過程では乗っけてないという問題があって、まあ、島崎さんもそういう提案をされていると思うんですね。ただ一方で、今回規制庁の皆さんがこの竹村式を使って再計算をされたというこの、このことそのものは、島崎さんも評価されていますし、私たちもずっと以前から津波で使われている竹村式をなぜ使わないのかというところ問題提起をさせていただいてましたので、その点については非常に強く評価をしたいと思っています。でそれについて、まあ、今回なんか再協議ということになっているんですけども、その19日の島崎さんとのやり取りとか、あるいは20日ですね の記者会見とか聞いてますと、その、まあ、田中委員長をはじめ規制庁の幹部の皆さんが再計算、自分たちがやった再計算そのものがなんか鼻から間違ってるんだみたいな非常に強い言い方をされてまして、その辺は多分実際、ね、計算されてるその技術基盤の方は、その辺についてはどう思ってるのかっていうのはあるんですけども、その明日以降のその再協議っていうのは、まあ、今言われたのはその計算過程をもう少し丁寧に説明するということだと思うんですけども、何やらその規制庁さんがやられた再計算そのものをなんか、あれは鼻から全部間違ってるんだみたいな、それを撤回するのしないのみたいなことが記者会見で議論されているのは非常にキーに感じているんですけども、その辺も議論になるということなんでしょうか。すみません、規制庁の鈴木でございます。と明日の委員会でですね、具体的にその我々が説明があった後どういう議論がなされるかというところは、すみません、こちら私どもの方からですね今言える状況ではないんですけれども、まあ、坂上さんおっしゃったようにその計算過程をですねどういうモデルを組んでどういうところにそのある種科学的に無理なところがあったかっていうところは13日の委員会ではですねきちんと説明がされていないので、まあ、そのあたり20日の委員会の際にもですね委員の方からそもそもそのどういうことをやってどういうところに課題があったのかを説明なしに計算結果だけですね、まあ、だけっていうとちょっと語弊があるかもしれませんけど計算結果見てそれでこの大井発電所の基準地震動と比較してものを議論したとしてもですね、大元のその計算のところがどういうことになったのかっていうところが説明をしてそれを理解した上で議論しないと、まあ、議論結論もなかなかそういうきちんとしたものが議論ができませんねということで、すみません、再度明日ですね規制委員会の場で計算過程を含めてご説明させていただくということになるので、すみません、その先その計算そのものがどうなのかとか、その計算13日の委員会で議論した際の結論がどうなのかっていうところは、すみません、そこはちょっと明日どういう議論がなされるかっていうところは現時点の段階ではちょっと申し上げられないというところです。すみません、じゃあせっかくちょっと技術の方が来られてますので、ちょっとその再協議っていうのは何がどう再協議されるのかっていう、あるいは今現場の方でどういうことが、問題になっているのかっていうのをちょっとお話しいただけますでしょうか。あ、そう、すみません、ちょっと今技術基盤グループの方の今日来てますけど、実際にその計算の中身とかですねとても携わったものではないので、すみません、明日ですねその計算そのものっていうのは我々原子力規制庁の方から原子力規制委員会の方には13日に一旦お出ししているので、お出しした資料というものはもう当然今世の中にも公開されてはいます。でそれがその原子力規制委員会の方で議論をしようと思っていたですね、まあもともとその大井発電所の基準地震動云々の話がもともとあって、それのための議論に必要だということで、まあ、試算をしたらどうかというのが島崎さんのご提案だったわけ でその議論にそもそもその、まあ、使えるものかどうかというところは13日の時点ではあまりその計算過程の話をはしょったりですね、まあ、してその、もともとの入倉式を使った場合の試算も関西電力の値とずれているというような話も全くしていないので、まあ、その中で計算結果を見てですねやった13日の議論というのは
これは結論を含めて、まあ、再度議論が必要でしょうというのが20日規制委員会まで出た話でして、なのですいません、明日の委員会でですね、我々計算の過程についてはつぶさにご説明を私というか規制庁の方からですねご説明はいたしますけれども、なのでそれを受けて規制、まあ、田中委員長をはじめ委員5人の方がその計算結果の詳細を聞いた上で、それをその扱いをどうするかとかですね、それを含めてその規制委員会の判断をどうするかっていうところは、そのまさに明日の議論の話ですので、おそらくまあそういった議論、今申し上げたようなポイントの議論もあるかとは思うんですけども、どういうその最後ですね議論結果になるかっていうところは、ちょっとその私の方の方では分かりかねるところですので、計算結果の詳細は明日説明させてはいただきます。はい、すいません。2点あります。1つがですね、この明日の説明ですけども、規制庁がされたことについていくつか全然もう素人から見てもおかしいなと思うものがありまして、例えばその竹村式が不確かさの要因になるっていうはずがないのに不確かさに入れちゃってるとか、それとかその3分の1っていう数字とかを使ってるけど何の根拠も示してないなど、そういうものっていうのをきちんと明日説明するっていう中身になってるんでしょうか、項目に。それが1点と、あとこうやって今重大な問題が出てきたので、規制庁として、まあ、規制委員会ですけども、やっぱり美浜3号機のその今の審査はやっぱり止めなければいけないと、そしてそこはそれ置いといてフリーズするっていうのは当然だと思うんですけども、で我々が要求してるのはやっぱり寿命延長のその審査をもうやめにすると断念するということなんですけども、この辺のことについて今決まってることを教えてください。当然美浜さんはもう止めておくということだと思うので、こういう問題が起こったので、だから大きく 2点の質問です。ちょっと前半の部分、3分の 1乗ですかね、多分おそらく。すみません、3分の1乗。すみません、明日の委員会の場ではですね、今回やった試算のものですね、入れ替えた部分 のご説明がおそらくそういう説明になると思いますので、もともと地震調査研究推進本部のですね、強震動の予測レシピに書かれている大元のところをですね、それをちょっと一個一個紐解いてご説明するということはおそらくならないんじゃないかなと思います。おそらく多分段2001ですかね、ことだと思うんですけども、それぞれその地震度を評価していく過程にはいろんな論文があると思いますけど、それ一個一個ご説明するということにはおそらくならないんじゃないかなと思います。でもう一点が今すみません美浜のお話が出ましたけれども、そうすると美浜の取り扱いをどうしていくのかというところについては、これはちょっと私どもの方、今ここに来ている規制庁の方からですね、美浜発電所の審査手続きどうするかというところについては、ちょっと今私の方から申し上げるものではないです。これは明日まず大湯を中心に議論がなされると思いますけれども、ちょっとどこまで議論がなされるかというところはすみません、ちょっとそれは事務方事務局の方からちょっとご説明できないです。じゃあもう今日はこれで終わっていきたいと思います。ちょっと改めて明日の過程で、だから規制庁された再計算の、特にアスペリティの扱いとかっていうのは多分議論になってたと思うので、例えば その辺について説明があるということと、あと基本パターンで、規制庁の計算結果と関連の計算結果が少し違っているというところで、それもちょっと説明があるということですかね。はい、それでこちらの方では、特に19日はね、規制委員だけではなくて、桜田部長とかあるいは小林管理官はじめ、規制庁の、幹部の皆さんも何かこう腹から自分たちがやった計算が何か腹から何かできないことをやったんだみたいな、そういう言い方をされているのが非常に不可解というか、いうことも言ってまして、やっぱりその竹村式でやられた評価そのもの、そういうことで計算されたことそのもの、で技術部の方もそれなりに経験もありますし、誇りを持って結果を出されていると思うんですけども、それについてやっぱり島崎さんの指摘は
それそのものは評価した上で、例えば、まあ、関連との条件のちょっと違いみたいなところで、もう少し正確にできるのかできないかという問題提起だと思いますので、ぜひその方向で議論を進むことを要望してますので、そのように伝えていただければということです。それからあと今回ちょっとやり取りができなかったことについては、協議中だからやり取りができないというんじゃなくて、協議を過程でやっぱり、私たちとしては疑問を解決したいと思ってますし、きちんと言いたいことは言ってます言いたいと思ってます。だからむしろ協議をされている過程であるからこそ交渉に応じていただきたいというのが強い希望ですので、その辺もぜひ帰ったら議論し検討していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今日はお忙しいところありがとうございました。ぜひこういったまたですね、協議が終わりましたら、しかるべき時にですね、また今回の件あるいはその他の問題について、対話させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあどうぞ。はい、それではですね、続きまして、今回のその一連の経緯、ちょっとかなり分かりづらい、なぜ竹村式の方が、イクレア式の 1.8 倍も の結果が出るはずなのに、なぜ規制庁の計算では、観点の、基準地震度を下回ってしまったのか、あるいはその島崎さんがなんか非常にこう高く、規制庁の計算を評価しつつ、でもちょっと批判している部分もある、非常にこう見ていて分かりづらかったと思います。で、そこら辺についてですね、今回の経緯、それからこの過小評価問題の概要を、まずは原子力規制を考える監視する市民の会の坂上健さんに挨拶していただきます。よろしくお願いいたします。まあ、簡単に言うと島崎さんは規制庁がだから基準地震度より下回りますっていう計算結果を出してきて、で島崎さんがそれに対して、いや実はベースライン、ね、まあ、元の値が小さくなったり、あるいは不確かさを考慮しないというか、まあ、だから結果が小さくなるような、そういう中まあ、細工っていうか操作っていうか、なんか、まあ、そういうふうにも見えるやり方をしていると。だから関連と同じ条件で揃えて計算すれば基準地震度で 1.8 倍になると、まあ、むしろ計算結果そのものからそういう事実が得られるというところで、まあ、再度の計算をということで提案されているんですけども、ところが規制庁は逆にもう自分たちのやった計算そのものを根本から否定するみたいな動きになっていて、だから計算そのものが、違ってたんだみたいなね、まあ、そういう状況に至っているということです。で、じゃあちょっとパワーポイントを使って簡単に説明しますけども、まあ、この後宮本会の小山さんからお話しされてますけどがありますけども、その入倉の焼け式は過小評価だ、竹村式でやり直せというような主張は2013年から宮本会など、まあ、市民側からもずっと、問題提起がされてた、問題でもあります。まあ、ここでもご承知の方多いと思います。で、2014年に、島崎さんが、原子力規制委員を、まあ、委員長代理だったわけですけども退任されて、でその翌年ですね、2015年の5月の、学会で、ある報告をされてて、入倉三宅式には過小評価があるというふうな指摘をされています。で、入倉三宅式っていうのは、断層の面積ですね、まあ、断層の形状から、地震モーメントっていうですね、その断層から出てくるですね、地震の強さを計算するその元になる量ですね、それを算出する計算式で、経験式ですね、なります。で、4つの式を比較して、だから入倉三宅式だけではなくて島崎山崎山中式ってなんですね、島崎式ってのがあって、まあ、自分が作った式があって、であと地震調査委員会で使われている式があって、それから竹村式、まあ原発では津波の評価に使われている式ですよね。その4つを比較して、だいたい入倉式を1にすると、他の式は3から4なんです。竹村式は一番多くてだいたい4倍ぐらいという感じなんですね。
だから単に2つを比べるというだけではなくて、まあ、4つぐらい並べて、エリクラ式だけがダントツでちょっと小さいという提起をされています。であと実際にねこれまで起きてた、地震で、その、まあ、地震前に分かってた断層の長さから算出した地震モーメントと、まあ、地震後に明らかになった地震モーメントと、関係を比較して、やっぱり全部が全部ではないんですけども、入り倉宮家式だけはちょっとやっぱり断トツで小さい値になってしまうという検証までされています。ただその時島崎さんが言われたのは、津波の話をされていて、で津波っていうのは比較的計算がしやすくてですね、手計算で計算ができて、だから地震モーメントが過小評価になると津波の高さにどう影響するのか、手計算で計算できるので、まあ、大体高さで2倍半分ぐらい関係になると。で、津波の防災では、やっぱり入倉宮景色を使って防災、津波防災をやろうとしている自治体があると、国土交通省もそれを使おうとしているということに対して、使うと過小評価になると、やっぱり防災では使うべきではないという話をされています。ただ原発は津波については竹村式を使ってますので、それも言うんですね。まあ、原発は竹村式を使ってますから大丈夫ですよというような形で、この当時は原発のことには言及しなかったんです。でところが今年になってですね、やっぱり今年の5月の学会がありました。それから、雑誌科学に論文を投稿しました。それから、大井の裁判ですね、大井原発をめぐる裁判で陳述書を出してますけども、ここではやはり入倉式は過小評価だということについて、これまで津波のことしか言ってなかったんですけども、原発の耐震評価、地震防災ですね、原発の耐震評価で入倉宮景色が使われているということを、正面切って問題にして、これは過小評価だというふうに、提供されています。まあ、そのきっかけになったのは熊本地震ですね、熊本地震で、まあ、実際に観測された地震モーメントと、それから観測された断層の形状を照らし合わせてみると、竹村式だとほぼ合いますと、でも入倉宮景色だと圧倒的に過小評価になってしまいます。で実際の地震の姿は説明できないと、まあ、これで、まあ、ある意味確信を持って、問題提起されたと。ただ地震の計算は単にね全体の断層がどれだけ滑ったかだけでは決まらなくて、要するに断層の中に、アスペリティ、まあ、これ断層のモデルなんですけども、まあ後で小山さん詳しく説明されると思いますけど、アスペリティって、まあ、だから単にどれだけ滑ったかだけでは決まらなくて、ツルツルで滑るのとザラザラなところが滑るのでは地震量が変わってくるわけですね。だから断層全体の中に特にザラザラで地震が強く起こる場所とそうでない場所があります。で現実の地震はもっとまだら模様なんですけども、まあ、モデルとしては、特に強い地震が起こる場所とそうでない場所っていうのに振り分けて、それで、強さも分けて、それで、それぞれの場所から出てくる地震と重ね合わせるっていう計算をしなくちゃいけなくて、まあ、そういう意味ではちょっと津波よりはちょっと計算がややこしいわけですね。それで島崎さんは、その計算を地政庁に提案したわけです。計算してくれと、再計算してみてくれと。で、入倉宮家式が過小評価になるかもしれないと、ということで、6月16日に面談をして、それで、計算をしました。再計算を提案しました。で、で6月20日の規制委員会ですね、で田中委員長が規制庁に計算を指示しました。で実際に計算したのは今日こちらに来られてますけど、今日はですね、右側に来られているのが規制部の、まあ皆さんから見て左側が規制部の、まあ技術が分かる官僚って感じですね。そういう感じですね。でこちら側の左側の人は右側、こっちから見て右側ですね。右側の方は今日一言も喋らなかったんですけども、技術基盤部って言ってですね、元の原子力安全基盤機構、まあ、外郭の研究組織があって、そこが、まあ、JNES と言いますけども、JNES が、一昨年かな、
もうちょっと前ですかね、あの寄生虫に吸収されて、まあ、寄生虫の、技術基盤部っていうふうになって、多分実際の計算はそこがやったんだと思いますですね、っていうあの状況です。でそれについて7月13日にあの結果が出てきました。で644カル、基準地震度、今の基準地震度よりも小さくなりますっていう結果を、公表したということですね。でそれに対して、島崎さんが、抗議の記者会見しますね。ただこれちょっと経緯があってですね、7月13日に644ガルの再計算結果を、出してきてですね、で規制委員会の中でその再計算結果を了承して、もうこれについてはこれで終わりですってですね、そういう結論を一旦出しています。でその時に島崎さんにも、個別に説明をしてるんですね。で個別に説明をしたのはどうやら広報部の候補の人で、近所さんじゃないかって言われたんですけど、まあ彼が説明をして、でその時にね、あの、まあ、彼はあの説明を受けたっていう意味で了承しましたみたいな反応したみたいなんですけども、それが、13日の、 あの規制庁の、 あの会合の後の記者会見で田中委員長があのどうやら島崎さんは納得してくれたようだみたいなあの話をして、それが新聞でもなんと報道されて、で島崎さんは自分は納得してない、ね、あの別に計算結果について反応はしてないと、ただまあ、 あの説明を受けたあのことについて反応しただけだということ で、 でその誤解を解くためにあの記者会見を 開こうと、まあ、記者会見を開く前に面会を要求したんですね。面会を要求したら次の週になっちゃうということになって、あじゃあ記者会見をやりたいから、寄生虫の記者クラブの部屋貸してくれって言ったら、たまにダメだ貸さないって言われて、で自分で記者会見を開いたことになります。でそれは誤解解くためということだったんですけど、その後、先週の火曜日に、島崎氏と寄生が面会するということになって、で、で昨日ですね、あ水曜ですね、その次の日に、規制委員会が再協議をすることになったということになります。でこの経過だけ見るとね、あの最後の段階で、まあ、島崎さんが結果について納得をしてないという反応をして、で面会をして、それで再協議ってことになったから、だから島崎さんが納得してないことをあのその件について再協議するのかなというふうにあの思うじゃないですか。そういうふうに表面的には見えるんですけども、実際にはそうじゃないんです。でちょっとそのことを説明したいと思います。それで、まずあの規制庁の再計算なんですけども、これはあの関連が計算した今現行の基準地震度です。現行の基準地震度が、856ガルなんですね。856ガルで、それで、それが644ガルになりますっていう発表したわけです。で表に出てるのはこの一番上の数字しか出てないんです。ただ下がりましたね、でもね、竹村式にしたら、地震モーメントは、まあ、約4倍になるわけです。まあ規制庁が実際計算したら 3.5倍、 3.49 倍なんですけども、そしたら基準地震度は下がるわけないんですよ、あと計算結果がね、で、どうなるかっていうと、実はからくりがあって、基準地震度がまずね、基準地震度っていうのは基本パターンっていうのを計算した上で不確かさの考慮っていうのを乗っけるっていうやり方をするんですね。で基本パターンをまず計算して596ガルになりましたと。でそれにまあ少し原発により不利な条件を課して、より地震度をちょっと大きめにとって、不確かさの考慮っていうんですけどね、まあいろいろ理由をつけて、プラスアルファをするわけですけども、でそれの一番大きいやつが856ガルだったというふうに、そのやり方をしてるんですけども、でまず寄生虫の計算は、まずこの最初の基本パターンの入りくらみ形式でまず計算してみましたっていうところから、まずベースがなんか下がってたわけです。356ガルとちょっと小さくなっていて、でそれに、竹村式で、実は竹村式で計算するとだいたい入倉式の 1.8 倍になる、これは後でだから、なんとか規制庁、あ島崎さんが数値を聞き出してですね、だから356カルだったっていうのは彼が聞き出したわけですね、規制庁の、緊張感だったと思うんですけど、多分聞き出して、それで 1.8 倍になるということは分かったわけですけども、で 1.8 倍にして600、644カルと
ですね。だからベースを下げたっていう問題と、それからこの不確かさを乗っけてないっていう問題があるんですね。乗っけてない問題があって、だからその2つ の点でなんか小さくなるようにっていう操作がされているというところが問題だったということになります。でところがね、もう一つ重要なことは、やっぱり規制庁の計算によっても入りくらみや景色に対して竹村式で計算すると最終的な基準地震動が約 1.8 倍になるっていう結果が出たことです。でこれはこれまで、ね、過小評価だっていろんなことが言ったわけですけども、最後の最後、最終的に基準地震動がどうなるっていうところまでちゃんと計算した人はいなくてですね、しかも規制庁規制委員会がやったわけです、ね、他ならぬ規制庁規制委員会がやっぱり竹村式で計算すると 1.8 倍になっちゃいますよっていう計算をしちゃったわけですね。でしかもそのからくりを暴いちゃったわけです、記者会見の場でね、島崎さんがね。でそうなると規制庁は、実はどういう動きに出てるかっていうと、先ほど言ったように、これ19日の、じゃあこれからちょっとビデオを見ていただきますけども、規制庁とそれから島崎さんとの会話ですね。これ、見ていただくと分かるんですけども、島崎さんはいい計算をしてくれました、ありがたいですって言ってるわけです。で最初見た時はなんだ島崎さん丸くなっちゃってと思ったんですけども、ところがねちょっと様子が変なわけです。規制庁の側はね、いやいやこの計算は信用ならないんです、無理に無理を重ねてるんです、だからこんな計算とても当てになりませんよって。で島崎さんがいやいやそんなこと言わないでいい計算をしてくれましたありがたいですって。そしたら、最終的に田中会長はね、我々はやってはいけないことをやってしまったんだとかですね、あと記者会見では素人が手を出してはいけないことを手を出したとか、そんなことまで言って、だから自分たちが指示して部下にやらせたことをですね、なんかもう頭ごなしに否定をして、だからこの計算そのものをなかったことにしようって動いてるっていうのが現状です。じゃあちょっとこれを見ていただいて。いやとてもいい計算をされてると思います。そもそも断層面積が同じな状況で能面とか3倍になるということは、ゼロ量が3倍になるということですので、当然そうです、応力効果量、このデルタシグマ、応力効果量と書いてますね、これが大きくなるのは当然なんです。ですから今ご判断されたやり方っていうのは、まさに私がこうやったらどうだろうということをそのままやっていただいたので、そこの判断は非常に素晴らしいと思います。そのですから僕には矛盾というのはない、要するにこれまで そのイメージに対して違ってる、それは確かに違います。そもそもモーメントが3倍になってしまうので、全量も3倍になるし、応力効果量も大きくなる、そういう意味でこれまでのイメージで本当これっていうふうにひょっとしたら思われるかもしれない。でもそれは矛盾ではなくて、最初の式を変えた結果そのものであって、かつ非常にきちんとパラメータを選んでいただいている、まさに僕がお願いしたことをやっていただいたと私は思っています。考えて今回はそれでもなんとかやってみましょうということでやったので、冒頭申し上げたように結果は出しましたけれども、あらゆるところで私の目から見ると矛盾というか悪意違いというか無理が生じていて、したがってこの結果をそういう意味で今まで作ってきた基準地震動と同レベルに扱うというところまではとてもじゃなきゃできないというのが正直な感想なんです。で今回の島崎先生のお話を伺っていると、私も今回やったようなやり方というのも妥当なんだと、こういうふうにおっしゃっているように聞こえるんですけども、そこは全く見解を異にしているということになってしまっていると思います。私も先ほど申し上げたような見解が違うということはよくわかります。先ほど申し上げたようにポイントは地震能面等を変えてレシピ通りにいかないとおっしゃるわけですけれども、全体的な総合性統合性を考えて、当然のことながら応力効果量が増えるということをそこに持ってきて、そのことによって全体として一応整合性のあるモデルを作られたわけで、私はそれは非常に
まさに私がお願いした通りのことをやっていただいたので、大変ありがたいと思っています。でポイントはどこかというと、これまでは津波の問題でお話してきて、地震度に関しては私は計算できませんので、政治さんとはお願いしたところ、地震度でもやはり影響があるということが分かった。その影響を何倍とかですね、どのくらい見るかということは、まあ、1回の計算ですし、その細かいことまでその流れになるとかね、そんなことは、まあ、置いといても、やはり地震モーメントが正しく推定できてないと過小評価になる、これはもう非常に明らかになったというふうに私は思っています。そこが多分桜田さんと私の見解の違いだと思います。今の島崎さんの話は、先ほど来桜田が話をしてきたことと内部違うのはですね、地震について影響があるって今回の結果をが信頼できる。私はだんだんいろんなことを聞いてると、どうもやっちゃいけないようなことをやったという、先ほどちょっとそういう説明もあったかと思いますけれども、そういう結果だと。だからそれに基づいてあるとかないとかっていう判断をすべきではないというのが今正直思ってます。はい、そんなことは、桜田さんというのは、規制部部長ですね、の方です。まあ、だからその小さく見せかけるような操作については、私たちとしてはやっぱりそれはちゃんと関連と同じ条件でね、それで竹村式でやった場合はどうかということを要求していきたいと思ってますし、ただ今の時点で、今の田中委員長もあったように、その再計算そのものを否定するって形で竹村式での評価そのものをもう潰してしまおうみたいなですね、ちょっとそういう動きになってますので、それについてはやはり批判をして、やっぱり竹村式できちんと評価をし直せる、それも大井原発だけではなくて、美浜の話もありましたけれども、各地の原発できちんと、評価をし直すようにということはしっかりと思っていただきたいなというふうに思っています。皆さんのお手元の資料の後ろから、2枚目ですね、一番下のページが、新聞記事のページで、その一つ前の、紙が、これ今坂上さんが書いた文章なんですが、原子力規制を監視する市民の会のブログに載っかっています。で、この左下の図が今スライドで出てきた図で、ちょっとこれ印刷で見づらくなっているんですが、ぜひ、実はこれ坂上さんの解説と手書きの図を私が作り直したものなんですが、ぜひこの話をですね、多くの人に広めて、これ本当に大きな話だと思うので広めていただきたいと思います。でそれからですね、一番最後のページに関連する、新聞記事を掲載させていただいていますが、ちょっとすいません、こちらの手違いで新聞紙名が書いてあるないんですが、この、基準地震度を過小評価だ規制に反論という、島崎さんの顔写真がついた記事は毎日新聞ですね。で、規制委員会再計算を了承、これは福井新聞ですかね、福井新聞です。でその裏の、2つの記事はどちらか東京新聞です。ということで、すいません、皆さん記入していただければと思います。それでは続きましてですね、美浜の会の小山さんの方から、さらに踏み込んだですね、この今回の地震評価の破綻ということで、解説していただきたいと思います。じゃあ、あとアイリンさんが、聞き手ということでよろしくお願いします。小山です。アイリンさんの掛け合いでやりますので、よろしくお願いします。ちょっとパソコン操作する必要で座ってやらせていただきます。今坂上さんから景観について説明がありましたけど、ちょっと重なるところもあるかと思いますが、順番にやっていきます。まず岩波の科学7月号ですね、島崎論文が出まして、その結論部分にこういうことが書かれております。一番最初の方は、いくら見分け式を用いてはならないというはっきり断言している。
それからその次の河川引いたところですが、想定外の災害や事故が繰り返される恐れがある、二度と同じ過ちを犯してはならない。この二度と同じ過ちというのは、あの福島事故で津波が来たという、それをあの予測できなかったしなかったという、それの反省を踏まえておりまして、で単に津波でなだけなくて、基準地震動の問題も中に含めて考えているということです。それでですね、この熊本地震が非常に大きな出発点になっていると思うんですが、いろいろ書かれているんですけども、科学でも特にあのやっぱり熊本地震というのが大きな犠牲も出しましたし、非常に説得力のある内容になっていると思います。であの熊本地震の断層の長さを 31km と小島崎さんが想定している長さです。で傾斜角というのは、この地表面からここに断層面がこうあるんですけど、この断層面が地表面となしているこの角度ですね、これが、傾斜角というのでありまして、これを60度と言います。でこれをあのそしてこの地震が起こる層というのがあって、一番上の地表に近いところは地表が柔らかいので、地面が柔らかいので、まあ、地震が起こるようなことではないと、ちょっと入ったところからあの断層がの面が始まって、そしてある程度まで入っていくと、ここから下には断層は起こらないんだという考え方に今立っているわけですね。でこの幅がだいたい 14km と捉えております。そしてこれがあの斜めになりますと、斜めになった分だけ深さはここまで同じところに入るわけですから、斜めになった分だけ面積が増えるわけですね。でこの面積はあのサイン60度で割ると出てきまして、この垂直の 14km をサイン60度で割りますと 16km になります。サイン60度がだいたい 0.866 です。でこの長さとそれから面積幅ですね、これをかけてやりますと、まあ、L×W というので496平方キロメーターになるという面積を計算します。でそこで、入倉三宅式はこういう式でして、ここに S の2乗つまり面積の2乗に比例して地震モーメントが起こるという、こういう式になる。地震モーメントというのは、まあ、地震の規模と言われております。でこれとこれの両辺の対数を取ったものはこちらなんですが、ちょっと分かりにくい、あの昔習ったことがあるかと思いますけど、両辺の対数を取った、これ同じ式なんです。実はそれで、だからここの面積のところにとにかくこの496をここへ代入しますと、地震モーメントが計算できるわけですね。これが入倉三宅式。他方で今度竹村式の方なんですが、これは L の式と書いておりますけど、ここに長さの L の2乗で比例するという形をとっております。これはあのもともと竹村論文の中で、あの長さと地震モーメントのデータがあって、それから、まあ、最小値乗法という方法で出してきた式がこれなんですね。だから長さ ここは面積なんですけど、こっちは長さとっております。ところがですね、でだからここに今度この、長さ 31km というのを代入してやると、この M0 が計算できます。でちょっとついでですから、竹村式の中には面積の式というのも別にありまして、これはあのこの長さのところに幅をですね 13km に取りまして、面積が長さかける幅なんですけど、それ幅で割って13分の S というのをここの L のところに代入してやると S の式に変わります。でこうやって出してきた面積の式が別にあるんですけど、でところが不思議なことにですね、面積のデータというのは別にあるわけです。これは長さから出してきた式なんですけど、面積のデータは別にありますから、直接あの入倉と同じようにして最小値乗法で導く、式を導くことができます。でそうやって計算します。実はですね、これ全く L から出してきた式と全く同じ式になります。これは偶然だと思いますけど、全く同じ式になる、同じ結果になる。
で、からこちらで言いますとですね、この入倉三宅式のこの係数の違い、同じ S で取りますと係数の違いで 5.563 分の 26.3 というのが倍率になるわけで、これで 4.73 倍になります。だからどんな点面積であっても 4.73 倍の地震モーメントが S でいくと出てくるということになっております。ちょっとこんな調子でやると何時間かかりますけど、それでですね、結果的に今のところはこの L の式で計算しておりまして、そうすると、入倉三宅式では 1.37、 実測値が 4.66 で、実測値の 3.4 分の1、こっちが 3.4 倍となって、で竹村式では大体 4.2 で、ほぼ 4.66 と整合的だということになります。実測値とは、実測値は実際に計算測定した値です。それで、滑り量という話もありますけど、ちょっと飛ばしまして、こうなってですね、要するに熊本地震というのが入倉三宅式が 3.4 分の1に過小評価になっているということをはっきりと示したという、これが非常に大きな意義であります。今のこれは面積の入倉三宅式と竹村式なんですけど、こういう関係になっております。それで今度は加速度になるとこれがどうなるかということになりますと、ここに引用をつけておりますが、地震モーメント加速度がですね、この、短周期レベルという言葉が出てきますけど、これは加速度と思っていただいてください。でこれも震源の地震モーメントの3分の1以上にいるです。つまり、一方向になるというわけですね。でそうすると 3.4 倍になって、さっき 3.4 倍になったのを3分の1乗で 1.5 倍になります。だから地震モーメントが 3.4 倍になった時には加速度の方が 1.5 倍になるんだということがここから出てくると。でそうすると大井原発では IM とか言ったの入倉三宅で SS4 というのが856で、これが最大です。1.5 倍やると1,284になって、クリフエッジという大破綻になるところを超えてしまう。限界原発は524なんですけど、 SS3 がそうなんですが、これが留萌から持ってきた地震が最大で620なんですけど、これを超えてしまう。美山3号は993が1,290になるという、これだけでですね、 1.5 倍になるだけでこういう非常に大きな影響が及ぶということになります。 でここから問題は大井原発について規制庁が何をやったかということですね、という問題に移ります。でこれは規制庁試算が7月13日に出てきましたが、大井原発のそばに FOB、FOA、 で熊川断層と、これが3連動するというふうに想定されております。で大井原発はすぐそばにあって、このすぐそばのところは2キロぐらいしか離れておりません。それで、これでですね、規制庁がやったことは、今普段やってることはこういう黄色い不確かさというのを考慮してまして、黄色い部分が認識論的不確かさと、ちょっと誤解書きましたけど、認識論的不確かさ、それから断層のどの場所から破壊が始まるかという、破壊の始まる箇所が9箇所と取られております。でこっちは偶発的不確かさと言われておりまして、区別されております。そしてこの黄色い認識論的不確かさというのは絶対重なるということはないんだということを勝手に仮定しておりまして、これどれか一つしか起こらないという仮定を置いております。そして今度のその地震入倉三宅式を竹村式に置き換えるというのは、この黄色い部分が一つ増えるんだという、そういう考え方に立っているわけです。つまり偶発的不確かさが1個増えて、でそしてこれは他と重ね合わせないようになってますから、だからこの基本ケースというここで竹村式に置き換えるということだけやれば、他のところを竹村式に置き換える必要はないんだという、そういう考え方を取っております。でそのことが、はい、偶発的不確かさ、竹村式はその一つであるということを言ってしまう。竹村式は認識論的不確かさの方の一つだと思います。
認識論の不確かさというふうに見なしてしまった。黄色い部分が一つ増えたという扱いをする。そうするとこの基本ケースだけ取り上げてそこで竹村式を一つ入れるということが一つ考慮したことになるから、もうそれだけでいいんだと。で今最大になっているのがこの2番目に矢印つけているここです。ここが最大の856ガルをもたらしているんですけど、ここでも入倉宮式が使われているんですが、それは竹村式に入れ替える必要はもうないんだとという考え方になっているんです。これは非常におかしい考え方なんです。で後でまた変えますけど、それでですね、そうすると今断層面、断層面、これ全体が断層面積というのはこの全体を指しております。でここが 3キロ入ったところから断層面が始まりまして、15キロの深さを取って、ここから下にはもう断層面はないということですね。でこの長さが全部これ足し合わせますと 63.4km になります。で、さっきの731というのが、これは入倉宮家式の元々でやってる資産です。でこれはさっきの面積の式を使って計算しております。それから資産2というのが、これは竹村式の L の式を使って計算しております。だからこの L 63.4km を使ってこう出してきております。それからですね、ここに 0.22S、 ここに S の2乗とかちょっとややこしいんです。この S はセカンド、秒ですの S です。でここの S は断層面積のこの9や この S を指しておりまして、つまりアスペリティというのはこの固着が強いところですね。ここの赤いギューッと固着しているところ、これアスペリティ でそこのところの面積が0.22S、 つまり全体の面積の 22% を取っているんだという、そういうふうにして計算しています。で、こうしてやりますと、地震モーメントが 4.9 倍になる。これこの比率で M0 の2つの比で取ってやりますと 4.9 になるし、短周期レベルというのがその加速度の、最大加速度に比例しているんですけど、これが 1.51 倍になる。3.4… あ、ごめんなさい、ここ 3.49 間違えました。 3.49 3がどこ飛んじゃった。 3.49 倍になるとここに書かれている通りです。はい、それで、ですね、これが13日に問題になりまして、ここの小林さんがおりますが、頭の片隅にでもその式のことを置いとけということでしょうかという聞くと、島崎さんが、いやいや頭の真ん中に置いてくださいということを言いまして、それで、このこういうことに乗ってしまってですね、うかつにも、それで竹村式で計算し直すというふうになったんですね。竹村式で計算したらもう大きな値になるというのはもう初めから分かってるわけですから、乗ってしまった。で兵庫県のある年取ったお寺の奥さんによりますと、これは恩号じゃないですか。自分で球をボールのサッカーボールを自分のボールに呼び込んでしまったというような、まあ、内容になっているということです。それでその結果ですね、計算した結果、これはこれぐちゃ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 いっぱいあるのが SS1 から SS19 で、19個の大井原発、19個の基準地震動がありまして、そこに31と32を加えたというわけですね。でそれが31が入倉宮家式の現状の式で、竹村式が32、そうするとこの青い32の竹村式で計算したやつはこの辺に来てくるんですけど、この全体の中にまあ埋もれちゃってるような感じですね。でそれをずっと下の方に131がということになります。でこれが実は基本ケースという先の不確かさの中の基本ケースで、596ガルが現状なんですけど、これ 1.51 倍しますと900ガルになるところなんですね。ところがこれをここを下げちゃって356ガルにしかなりませんというように下げてしまう。でこれのなぜか知らんけど 1.81 倍して644ガルを出してきたんです。でこのここが今最大が856ガルで、この中に埋もれてしまう。でこういうことで問題ありませんね、まあ、評価採用する必要はありませんというのがこの時の結論です。ここが
政庁の試算です。しかし島崎さんはこの 1.81 倍というのを非常に重く捉えまして、でこの856ガロンにもそれは 1.81 倍したら1549ガロンになるではないかということを主張しているわけですね。だから全部 1.81 倍せよというのが島崎さんの主張になっております。であなた方はよくやってくれた、偉い偉い、さっきの言ってる通りで褒め殺しをしてるわけですね。でこれは電気新聞のが嘆いてるんですけども、竹村式を用いるのに無理があったと、この記事の中に書いておりますで、7月13日に打ち切りを宣言したのに、これ田中委員長がですね、また20日に問題点の精査を指示している、とんでもないことをやっているじゃないかということが電気新聞の方に書いてあります。ということで、まあ、この推進派のこの連中としては大変、まあ、困った事態が起きたという捉え方になっていると思います。はい、それでその次は、今大体だからさっきののが、まあ、まあ、スクリーンの資産の内容なんですけど、でその中でですね、小林さんが73の記者会見でさっきの、不確かさの中に入れちゃったという問題についてこんなふうに言っております、いわゆる不確かさの組み合わせには認識論的な組み合わせと偶発的な組み合わせがあって、これさっき言った通りで黄色い部分とこっちの右の方の色のついた部分です。その一分類として認識論的不確かさの中で今回竹村式をやったということで、つまり認識論的不確かさ加算の一つに入れちゃったんだと、竹村式の問題をというふうに言っております。でこれは今までの審査の中では他のパラメーターを組み合わせない、だから黄色い部分は他の重なりは考えないんだと、どれか一つ取ればいいんだという考え方をやってきているのです。だからこの竹村式を組み合わせるとその一つとしてやればいいんだという、こういうことを言っておりますね。ただ偶発的なものについてはこれは組み合わせ、これは破壊開始点が9箇所あってどこから始まるかというのはこれは重ね合わせてよろしいと。でまあそういうことを今度計算してみたということでございます。というのがまあこの大体趣旨なわけです。ところがですね、これはどうも審査ガイドというのがあります。その中の3.3.3の確かその考慮というところから持ってきているようなんですけど、この言葉の認識論的不確かさとかこの辺が同じ趣旨のことを言っておりますので、ところがですね、震源モデルの不確かさというここを取ってきているはずなんですね。でここには震源モデルの不確かさであってですね、なんですよ。で震源断層の長さとかうんうんうんとか深さとかいろいろありますけど、これはですね、断層の形態がはっきり把握できていない、その不確かさを言っているわけですね。さっきのような竹村式を使うか入倉式を使うかというようなことは、これは全体のデータ全体から決まる問題でありまして、ここに出てくる不確かさとは違うというように捉えるべきだ、こういうのはアメリカ米国では不確かさというのはアンサーティングという英語で呼ばれています。でそれからそれと別にばらつきという概念があって、これはバラエビリティと呼ばれています。でそれをはっきり区別対立概念に捉えて、処理するということが米国では例えば環境保護局とかの論文なんかで出されています。したがってですね、これはでこれ今竹村式がどういう位置にあるかということを見ますと、これは竹村式が熊本地震がここで起きたんですけど、竹村式のデータが10個から成り立っておりまして、元のデータが、熊本地震のそばのあるデータはこれは何や福井地震とかですね、それから兵庫南部地震とか、北伊豆地震ですとか、これは鳥取だから西日本とか、まあ、裏日本とか大体その辺りのデータが、熊本地震なんかと同じような位置にあるということですね。こっちは長さで取った方ですけど、
で、この今度世界で全体で比べてみますと、これは入倉三宅式の元になったデータが、これ41個の点が ありまして、これは世界中のから取ってきた点です。だいたい北アメリカが3分の1、それからアジア、オセアニアのあたりで3分の1、あと地中海のそばとか、中南米とか、それ旧ソ連圏とかから3分の1というのは、まあ、世界中からの取ってきたデータがこの青い点です。でそれの平均を取ったのが入倉三宅式なんですね。竹村式は日本だけのデータを取ってきて、そしてこの福井地震だけが、まあ、両方に重なっております。でだから竹村式は、そしてこれで見ると、まあ、こっちが面積取ってあるんですけど、面積の一番こうって右の同じ面積を取って右側に持っていくと、こっち地震モーメントなんですけど、地震モーメントが一番大きい地に来てるんですね。だから世界のデータで見ると、一番面積、同じ面積で見ると一番大きい地震モーメントが大きくなる位置に日本の地震が来ているということは、でだからこれは竹村式というのは日本の地震の特性を表しているのであって、入倉三宅式は世界中で平均しちゃったという、そういう違いから来ているんだという、これは決してさっき言ったような不確かさというような、長さとかそういうことの不確かさとか、そういうものではないということがはっきり分かります。はい、でこれがまあだからなんで竹村式をちゃんと日本の地震の場合は竹村式で評価すべきだという根拠になっていると思いますね。不確かさというような概念を捉えるべきではないと。あと3分ですので、そしたらあともう一つ 3番目の問題は最大加速度なんですけど、これはですね実は3分の地震モーメントの加速度は3分の1以上に比例するというのは、ダン他のから論文から持ってきてるんですけど、ダン他の論文では単に3分の1を仮定してるだけなんです。何かが導いたというようなものではありません。でこの後片岡他が3分の1を仮定せずに回帰的な方法で出してきたところ、ほぼ2分の1に比例するということが出されております。だからつまりルートで3分の1とルートとは随分大きな違いがありまして、大体ですね、まあまあ、ちょっとこの辺時間がないので、まあ、もっと一乗に例数という考え方もあるんですけど、まあ、これちょっと飛ばしまして、それで一応だから規制庁は3分の1ルートを使ったんですね。3分の1でも片岡氏はやっぱり実際に見てみると2分の1だと、冗談の下計算してみると2分の1になっているということをやっている方ですよね。それで、あとですね、さっきのちょっと坂上さんも話がありましたけど、これ実はいろいろ我々は2013年の秋からもこの問題を取り上げてやってきました。それでちょっと大事なことはですね、小林さんが2013年の12月18日の大井原発審査会合において津波で使っているのと同じ式を基準地震動でも使うべきなんだという発言をしております。そしてそれを島崎さんが支持する発言をしております。で実は島崎さんは2013年の8月21日の伊方3号の審査会合でもすでに同じ式を使うべきなんだと、津波と基準地震動でもという主張をしております。ですからこの頃からもうすでに基準地震動でもやっぱり、竹村式を使うべきなんだという考え方がですねあったという、この証拠になっていると思います。それでまあこれは大井町に申し出る2013年の秋ですけど、これは2014年の1月29日に204団体でこの問題で申し入れて規制庁講師をやったりしました。まあ、そういうことの上に今の問題があると、それから、いろいろ裁判でも限界とか大井とかの裁判でもこの問題をちょっと取り上げてきました。ということで熊本地震は入倉三宅式の過小評価を証明したと、竹村式とは整合的であるということを熊本地震は示した。特性調子算のように加速度が 1.81 倍、これなんで 1.81 倍になるかというのは未だによく分かりません。さっき見たルート2分の1を取ればこうなります。
はい、それで、まあこれでいくと、しかし大井や美山山はクリフエッジを超えて大惨事になった、うん、で、仙台原発を止めて、伊方原発の再稼働を止めて、やめて、すべての原発について、竹村試験について、PBC の再評価をやるというのが結論です。はい、さあ、小林さん、そういうこと言っていたんですね。いつの間にか願いたかって感じですが、はい、それではですね、まずは今の坂上さんと小山さん の解説に関してご質問タイムを設けまして、その後議論ということにしたいと思います。今のお二人 の説明に関して、一つはですね、島崎さんの科学の論文を、読んでみたんですけど、垂直に断層がなっている場合に過小評価が起こりやすいと。でこれ斜めになっている時は断層面積が大きく出てくるだろうなんでしょうけれど、そこがちょっとよく分からなくてですね、竹村、三宅式ですか、入倉三宅式のその実績値とかいうのは、その断層を斜めに取ったものをプロットしたんでしょうかね。ちょっとそこはよく分からなかったんです。それからもう一つは、省略しますとおっしゃったその滑り量の U とかいうやつなんですけど、これも なんだか論文見た時もよく分からなかったんですけど、その2つをちょっとお聞きしたいんです。最初の質問は斜めになっている場合の話ですよね。これ確かに非常に分かりにくい話で、島崎さんはとにかくそれを何回も強調しているんですが、ここの斜めになる、これまっすぐの場合はこの例えば14キロとしますと、14キロの幅しかも固定されてしまうわけですね。満杯になった場合は、で斜めになるとこれがどん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 斜めになって、角度、この角度が小さくなると、いくらでも大きな面積にこうとなります。無限に大きな面積になります。それで、だいたいこれまで島崎さんなんかがやってる、この前の彼の学会でやってるんでは、30度までの式を取っている場合があります。30度になると随分大きな面積になりまして、面積が大きくなるとここの S の2乗に比例しますから、随分この M0 が大きくなっちゃうんですね。でそれに対して竹村式の方は L の方でやってますので、幅が全然ここに関与してないわけです。ですからこれは斜めであろうがまっすぐであろうが変わらないで、 L だけで決まってしまうという、そういうことで、この入倉三宅式と竹村式が接近してしまうというか、という場合があり得るということですね。そんなんでよろしいでしょうか。それは分かるんですけど、はい、ということは、その入倉三宅式 のあれ経験式ですよね。ね、経験式というか、世界からプロットしたデータがまずあるわけですね、はい、データ集団が、でそれで傾きをログで取った場合ですけど、傾きを2分の1に固定しまして、 あとは単なる平均値なんです。平均取るだけなんです。まあ、最初は以上と言ってますけど、傾き2分の1に固定すると平均取ったのと全く一緒になります。これがはい、これですね、この傾きを2分の1、これログで取ってるんですけど、ね、傾き2分の1に固定してます。こちらもそうです。でここ Y 軸切るところ切片というんですけど、一時式では切片 のがこの点ごとに出てくるので、それを平均取るとこの式が作れます。そんなんでいいですか。皆さん、この外国と日本のこの2種類について何か分かりますか、質問とか。全然分かりません。外国人外国人そうですね。この点がこうありますね。これはウェルズ&カッパースミスというアメリカの人の論文がありまして、その中にその中に244個のデータが表になってあるんですよ。で縦軸と横軸はそれぞれ何なんですか。縦軸はこれ断層面積の、対数とったものと思ってください。断層面積ログ。横軸は何ですか。横軸は地震モーメントの対数とったもの。
普通ね、対数メモリでここ例えばあの3と書いてるところは普通1000とかでいいんです。1000とか、6000が、じゃあ 縦軸は断層面積、横軸はモーメント、つまり、はい、右に行くほどモーメントが大きい。そうそうそうです、はいはい、はい、分かりました。それでですね、まあこういうあのデータがですね、ウェルザーズ・カパ・スミスという論文の中に244個のデータが世界中から集めたやつがあるんですよ。でその中からここ41個あるんですけど、この青い点がこれは入倉三宅が取ってきたデータ、その中選んでいて、だから、赤い点がその日本のデータを採用した竹村式で、竹村式の元になったデータが赤い点の方が、つまり赤い線の方が右にあるということは、その地震モーメントが同じ断層面積で大きいと、そういうふうに、はい、そういうことです、ね、はい、見ればいいです。その、だから左のですね、その断層面積というやつがですね、はい、その垂直じゃなくて少し斜めになったものを想定して撮ってるってこと。いや、これはね、垂直とか斜めになってるとか、そういうことは全く無関係に断層面積というのがあると。まあ大体は垂直の場合撮ってるのがほとんどだと思いますけど、そうするとどうして垂直の場合に過小評価になるとかいうのは出てくるんでしょうかね。それは、これはですね、両方とも断層面積だけで比べてるんですけど、実際は前さっき言いましたように、竹村式の場合は先の L だけでやってるわけです。だからそれでそういう違いが出てくる。だからあれですよね、竹村式に2つあるんですよね。2つあって、だから断層の長さからモーメントを算出する式と、断層の面積からモーメントを算出する2つ式があって、まあそれぞれ独立してるっていうのは確かそうなんだと思うんですけども、まあ、で柴崎さんはその断層の長さから、地震モーメントを出す竹村式をそれから、入倉式を比べていて、そうすると、断層の長さから出すっていうのは、まあ、垂直に、切り立った断層を、まあ基本的にはモデルとして考えてるっていう風な感じで、で斜めになってくると、長さは変わらないので、竹村式は変わらないけど、斜めになってくると入倉式はどん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 面積が大きくなってくるので、そうすると地震モーメントがだんだん近づいていって、入倉式と竹村式の違いがだんだんなくなってくるっていうことだと思うんですけど、そうなんでいいんでしょうかね。それはよくわかります。はい、じゃあ、もう一つ質問がありました。滑り量。滑り量というのは、要するに、アスペリティングが固着しているのがね、じーっと持ちこたえているんですけど、最後は滑るわけですね。その滑った、何メーター滑ったかというのが滑り量。アスペリティのなんていうか、しぶとさを示してるわけ。いや、違う。滑り量の計算の時にはまだアスペリティ考えなくていいです。まずね、だから、断層全体がどれぐらいエネルギーを持ってて、どれぐらい動くかっていう、そういう評価をして、でそこから先は、さっきの断層の中によりなんか強い地震が起こるところとそうでないところに分けて、なんかそのエネルギーを割り振っていくみたいな作業をするんですけど、滑り量は全体の多分断層がどれだけ動くかっていう、いや、まあ量はあってね、その平均滑り量というのが、まあ、全体の滑りを表して、アスペリティのところはアスペリティだけの滑りもあるんですけど、それは何に影響するんですか。いや、それで地震モーメントが滑り量に比例するんですね。滑り量かける面積がだいたい地震モーメントなんです。すみません、ど素人が聞くんで大変申し訳ないんですけど、私この問題が毎日新聞に記事として出たときに、はっきり言って何が何だか分からなくなっちゃったんですね。で今日大変理解ができて助かったんですけど、
さっきの、 YouTube も見たんですけど、島崎先生って何を考えてるのか分からなかったんです。で、島崎先生はなんであんなに評価、知恵庁の側を評価していて、かつ非常に怒ってるっていうのがよく分からなかった。意味が分からなかった。で、やっと今日今分かったんですが、それと先ほど2つの事例、前のもっと、それから竹村式の竹村式だと、日本の地震の事例に非常に的確に照合しているとかよく分かったんですね。で、一つだけお聞きしたいのは、今、大いの問題として、島崎先生が指摘していらっしゃる。で、これが日本全国の原発に適応して、再計算することによって、意味付けられるのかな、ちょっと私にも自信が持てない。なぜかというと、先ほどのご説明で、つまり断層の距離L って書いてあります。そういうのが計算式の中に入れられるっていうことになると、各地 の原発が置かれている地域によってかなり違う差が出てくると思うんですね。その時に、同じようにこの竹村式が有効に機能するのかどうかがちょっと自信が持てなかったんですけど、いかがでしょうか。島崎、私はもちろん地震の専門家ではないので、島崎先生がおっしゃっているのでは、西日本は大体共通しているという言い方ですよね。だからさっきも期待値も入ってましたけど、大体裏日本、山陰側ですね、それから九州の辺りにかけてのところは大体固まって同じような位置にあるということが言えました、分かりましたので、それは竹村式を支持している立場にあると思います。はい。で、ただその東日本についてどうなのかというのは私ちょっと分かりません。それは、まあ、でも全体的に竹村式の方が大きく出るっていうことは、イリクラだと過小評価になるって言っちゃっていいんじゃないですか。いや、竹村式が大体面積でいうと 4.7 倍になってる、それはもう事実なんですよ。だけどそれが竹村式が当てはめる位置にあるかどうかはちょっと別の問題なんですね。その東日本は例えば柏崎刈羽原発は45度だったかな、まあ、ちょっと寝てるんですよ、断層が寝てると、だから、まあ、島崎さんは、ね、の先ほどの話でいくと、だん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 こう、イクラ式と竹村式が近づいていって、まあ、大体同じぐらいの値になるみたいな、ね、まあ、島崎さん の見解はそんな感じです。ただね、ちょっと話をややこしくさせちゃうかもしれないんですけど、二次化の考慮の中で、二次化の考慮っていくつかあるんですけども、その中で今回一番聞いたのは、震源の強さを 1.5 倍にするっていう二次化なんです。震源の強さを 1.5 倍にするっていう二次化で、これはごちゃごちゃですか、すいません。あ、中越沖地震で中越沖地震で柏崎刈羽原発はものすごい揺れたんです。で、岩盤もものすごい揺れたんです。2000ガロぐらい揺れて、でだから入り暮らしで普通に計算する6倍ぐらい揺れたんです。で、それで要因分析をして、 で、あそこの地盤の中、特殊な影響っていうのを一生懸命、それこそ今日来たジェネスの人がやったわけです。で、いろいろ計算して考えて、この星座の、まあ、特殊要因をいろいろ考えて、ところがそれで4倍しか説明できなかったんですね。で、6倍にしようと思ったらあと 1.5 倍どうしても掛け算が必要 で、それはどうしても説明つかなくて、だから元々の震源 の、 揺れの強さを入り倉敷の 1.5 倍にしなきゃいけないってことになってですね。で、それは全国共通で 1.5 倍にしようと、二次化差の考慮としてね、それとこれここです、二次化差の考慮として 1.5 倍にしようと。で、これはもしかしたら、だから飯倉宮景色の過小評価の影響かもしれないんです、ね、ただまあ柏崎刈羽について言えることは、これはだから少なくとも柏崎刈羽についてはね、実際にそこで観測された事実なんだから、二次化差じゃなくてもともと 1.5 倍にしろよって話ですね。基本モデルとして、で、その上に
いろんなまたさらに不確かさを乗っけていかないと本当に不確かさをちゃんと考慮することにならないだろうみたいな、まあ多分柏崎刈谷についてはた例えばそういう議論にはなってくるかなというふうには。そういう4倍の部分はどれだった？はい、4倍の部分はどれだった？4倍というのは、あ、4倍はだからなんか終局の構造とかね、あとまあ地層がこうなんかぐにゃっと曲がっていて、レンズ効果っていってだから地震動がこう一つの ある集中点にこう重なるようなそういう効果があると。でジェネスはただあんまり認めてないんですよね。東電がそう言ってて、東電がそう言っててあんまり認めてないところなんですけど、まあちょっとそれは別は。ちょっといろんな人が手を挙げてるっていう。はい。すいません。ちょっと後藤です。すみません、小籔さんに教えていただきたいんですけど、私の理解はね、一番クエスチョンは、2つの式、イルクラミア形式と竹村式で2つで出てくるモーメントですね、地震モーメントというものは少なくとも物理的な意味は同じだということを言ってよろしいですよね、はい、同じだと。そうするとあと気象庁がやってるのを聞いてるともすごく疑問に思うのは ある評価をするときに上流から行って途中でモーメントを求めてあと地震度を求める、このプロセスの中でこの地震モーメントというものの意味が物理的に違うんであれば別のやり方っていうふうに切り分けていいと思うんですけど、あくまでやはり物理的に同じものを、ね、評価するときにある仮定の式を持ってきてね、こうしたらそれ並べて単純にそれが増えてるということですから、そうするとやはりあそこから主張しているようにその規制庁がこの勝手にねその評価をそのこれ違うとかねそういうことを言っているのは単にその、モーメント地震モーメントを求めるための面積を求めるとかいろんなパラメーターを現状とねうまく合わないからそのどうこうって議論であって、そんなものは大体その式を理論式作る方がねその時の根本的な問題であって、問題なのはあくまでそこで出てきた式がね結果が地震モーメントそのもので評価されていることをベースにするのがまず第一だというふうに私は理解したんですけど、そういう理解でよろしいですか？ちょっと理解私もできないところだったかもしれませんが、大体基本的にそうだと思います。これだからね、この確かさがこう黄色いところがあるんですけど、どこでも同じイリクラミア式を使っているわけですよね。そうすると同じ条件で式を入れ替えた時にどういう効果が現れるかというのはどの場合にもやっぱりここの場合もこの場合もこの場合も全部イリクラミア式を竹村式に置き換えてみろということになると思うんですけど、そういうふうな話につながるような話でしたか今の。話をややこしくしちゃって僕たちもすみませんけど、私はあそこのその不確定のそのこういう不確かさのね考慮の仕方が詳しくわからないのであれなんですけど、そこのところとその2つの式のね関係がいまいちちょっと私が理解できないんで、その適用について疑問がちょっとありますね。いやそれはもう今は全部イリクラミア式で全部やってる、統一してるね。だからそれを単純に竹村式に置き換える、それでいい、あそういう意味ですね。でそれ自身は理論的な矛盾はないと理解していいですか？ね、だから竹村式になると すごいモーメントが大きくなっちゃって、ね、そういう、なるんです、はい、そうするとアスペリティの面積が断層面積の2倍になっちゃう、それは言ってました、ね、そういう問題が起こる、はい、ただそれはそっちはそっちで別のおかしな点があるので、さっきの暖炉からの式を変えれば、まあ、問題なくなると思います。でそうするとそういうことがあるってことはもともとが地震のねその今のイリクラ式も含めて地震が、ね、ある仮定のもとにこうパラメータを作ってるわけですから、それ自身がいろんな矛盾が生ずるっていうこと自身を持ってね、いきなりその適用できないとするならば、それは現実との関係考えたらね、こちらの仮定そのものに無理がある場合だってあるんですね。まあ全くその通りで、だから熊本自身がねはっきりも示したわけですから、過疎評価をそれに合うような議論を作らないとダメだということだと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、パディさん、はい、一応皆さんと確認したんですけども、この例の規制庁が出した数字ですけども、その 1.8 倍は入れたのにでも関電より小さくなっちゃったっていうところのからくり、いくつかこういじってるんだけど、その辺
もう確認いいですか。そこすごく大事じゃないですか。要するにどういうふうにやっちゃって関連より低い数字出しちゃったっていう、その辺のあのさっきのあのグラフの、特にその不確かさとかいろんなもので、竹村を不確かさにしちゃったっていう卑怯さとか、いやいやその辺意味が分からなかった。なぜ356になぜしたのか、うん、だからその初めの356にしちゃったっていうのと、それと上の積み上げをしなかったっていう、その点についてもう一回復習するのがいいんじゃないかと。あ、じゃあその点でも説明しないというのもいいですね。まず356の根拠はどこにある？もう一つになりますけど、さっきの基本パターンで、大井原発の関連型計算では入り倉宮景色による基本パターンが596があるので、で不確かさを考慮したケースで一番大きいケースが856があるので、まあ、これが基準地震動だと言われていますね。で、規制庁がやった計算は、まあ、不確かさを乗っけないという問題はさっきやったんですけども、それからもともとの入り倉宮景色による基本パターンが356あるだったんですね、うん、で下がってますで、はい、で、なぜ下がってるかについて19日の段階での説明は、一つはだからまあさっき 1.51 倍って話をされてましたけども、まあ、まあ、地震モーメントが、大体、3.49 倍か 3.5 倍ぐらいになって、で全体として、まあ、加速度を直した時の短周期の大きさが 1.5 倍ぐらいになるということなんです。でその先どういう計算をするかというと、さっき言ったアスペクティを設定して割り振っていくわけですね。でアスペリティのところは強い揺れが起こるようにして、そうでないところは揺れを弱くしてるっていう割り振りをして、でそれで それぞれから小さい地震動をガーッと起こして、それをどん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 重ねていくっていう作業を、するわけですけども、規制庁の説明はその最終的に細かい地震動を作ってそれを重ね合わせていくんですけども、まず細かい地震動を作る段階で乱数を入れると、乱数を入れて、なんていうかな、なんか偶然いろんな偶然の働きで自然な形のね、規則正しい波じゃなくて、こうバラバラした自然 な波を作るために乱数を使いますね。で当然その乱数の入れ方とか何回入れるかとか、その乱数の入れ方によって、まあ極端に言えばたくさんできちゃう、いろんなパターンができちゃうわけですよ。いろんなパターンができちゃって、まあ多分それによってちょっと違いがまず出るでしょうというのが一つ言ってたのと、それからもう一つ言ってたのは最終的にできたやつを東西方向と南北方向にこう、波を2つ水平だったらその2つにそこを集約しなきゃいけないんですけども、規制庁は今回計算をすぐやったので、とりあえず簡易的にやったので、そこら辺の割り振りをまあ関連みたいにこうなんか精緻にはやってないと、とりあえずそんなに詳しくというか細かくやってなくて、とりあえずの値を出したと。でそこでも違いが出てるんではないかと。でただ詳しくは不明ですと、何が違ってたのかっていうのは正しくは不明ですというふうに言ってました。はい、ちょっとなんかわからないんですが、要はなぜか現象だけを結論として覚えておきましょう。入り倉宮景色による基本パターンは関連の計算が596ガルだったのに、規制庁が計算したなぜか356ガルで、この謎は明日ひょっとしたらちょっと解けるかもしれませんが、まあそういう感じですね。であと不確かさの考慮がなぜか積まれていないこの2つです。この不確かさのすごい単純化してざっくりって言ったところの卑怯さをもう一度みんなで確認できないですよ。卑怯だ。はい、まあ、はい、そうですね。他にご質問。一番いいのは規制庁が引き出したんですかという。すごい。それで、それちょっと聞きたいのは、加速度っていうのはどういうことかなっていうのがちょっと知りたいのと、知りたいんですか。
食堂。地震が起きた時の力？加速度は1秒間に速度がどれだけ変化するかっていう量ですね。だから地震の加速度っていうのは具体的にどういうふうに感じますか？まあ揺れの大きさみたいな感じで、力、まあ揺れの大きさを示す一つの指標ですね。でなんで加速度が特に取り上げられるかっていうと、加速度に質量重さをかけると力になるですね。644って例えばそれは加速度のことだね。はい、そうです、加速度です。だからそれがまあ周波数がどうのっていう話はあるんですけども、まあ単純化すると加速度はそのまま力に換算できて、で機器にどれぐらいの力がかかるのかと、で許容値を超えるのか超えないのかっていうような評価につながっていく、そういう指標だってこと。それで856っていうのはそこまでは平気っていうことなんですか？あ、そういう揺れを想定します。ここまでなら平気だっていう、平気だっていうか、それをその基準地震度として、それを超えちゃダメだっていう。856ガルの基準地震動っていうのを作ったわけですよ、関電はですね。まあこれ以上は来ないだろうっていう感じで、でその基準地震動を使って、機器にどれぐらい力がかかるのかっていうのを計算して、でそれが許容値を収まってるってことを確認しましたっていう、そういうことです。ちょっとわからないといいです。耐震のその評価をする、そのこれぐらいの地震が来ても耐えられるんだぞということを示すために使う地震動として856ガルというのを採用したっていう。でこれがすごい高い値だったらもう全然それに耐えられないかもしれないっていうことになっちゃうわけです。はい、すいません、ざっくりでね。はい、わかりました。長く言いますけども、なんか今までの全部非正規かどうかちょっと分かんないんだけども、なぜこの原発についてだけね、各国の発電所ごとに基準地震度って設けるんですか？私は日本で起きている地震の本当に安全性を保つんなら、そこの一番大きいところは日本で一つの基準地震度があればいいと思うんだけども、50原発があれば50の基準地震度を作んなきゃいけないという、この考えがね、私はよくわかんないんだけど、だって熊本地震では今までのことが覆っちゃって、48時間以内に震度7っていう、どっちが余震でどっちが本震かもわかんないの、そういうことが起きてるわけでしょ。それで東北地震では想定外っていう言われてるんだし、だ地震なんてもう関東にだってどんなのが来るかわかんないんだから、なんか基準地震度って一つでいいんじゃないのかなっていう、なお複雑にしてるように思えちゃうんだけど、その考えはダメなんですか？以上です。いや、そういうふうになればいいとは思いますけど、美浜原発なんか24個も基準地震度が1個であるんですけどね、まあ、そういうことを現にやってるので、それをやめろと言ってもやめるわけでもないので。法律に基づいてるんですか？それほど高度な法律ではないとは思いますが、ちょっとよくわかりません。審査ガイドとかあるんじゃないですか？じゃあ審査ガイドはあります。審査ガイドからやってる。審査ガイドとかその上の法律とかもありますけど。はい、話がだんだん議論の方に移ってきています。ということで、まあ今後どうするか、特にこの島崎さんが問題提起してるっていうのは、これはやっぱり大きい話ですよね。だから今後我々がどう動くかということも含めて、議論ということにしたいと思います。何かご意見がある方お願いします。すみません、当たってるかどうかわからないんですが、入倉三宅式が先ほどのご説明では、
いわゆる日本のパターンではなくて、外国のデータをそのたま計算式の中で、平均のものとして出されていたと。それに対して、新しい、式、竹村式だと日本の現状に合わせた計算式で、にのっとって計算された値として、表記されているって。これは私がさっきちょっと頭に浮かんだのは、仙台原発の時に、火山の何でしょう、データを宮殿が出したのが、イタリアのデータの1個を利用して出した。つまり同じだと思うんですね。自分に都合のいいところのものだけを利用して出してきているというで、今回石渡先生がきっちり、日本の形でこの式が適用されるっていうふうに言ってくださっているわけですから、私たちの今後のやり方は仙台原発とかなりこの式を似ていて、本当に意味ある式を使ったものとして計算し直せるということは言えるんじゃないかというふうに思いましたが、いかがでしょうか。はい、何かお答えとか、まあ、思ったのだと先ほど坂上さんに聞いたところ聞くこともちょっと絡むんですけど、竹村式にしろその入倉三宅式にしろですね、やっぱり平均値プロットですよね、あれね。だからよく言われていたその最大値を取ってプロットすべきだって議論があるんですよ。でそこのところはですね、この図で言えばその不確かさの考慮というところに、まあ、入れ込まれてですね、それで十分に考慮しているから、別にまあ平均値でプロットした上で不確かさを考慮するから、まあ、一応最大のところも念頭に入れてんだって、こんな説明するんだろうなと思うんですけれど、だけどですね、先ほどの柏崎刈谷の話だと入倉三宅式の6倍の大きさのですよ、その揺れが来たわけですよね。そうするとですね、そんな程度の不確かさの考慮ではですね、話にならないんじゃないかというふうに僕は思うわけですね。だからさっき坂上さんにその6倍のうちの2倍の部分は不確かさの考慮のところで入れたっておっしゃったんだけど、残り4倍の部分はどうなったんだってさっきちょっと僕聞いたわけですね。で、まあ、それが一つと、それからもう一つはですね、その震源地を特定しない地震をそのなんか計算してますよね。であれがですね、僕はね、ルモイのなんとかっていうちっこい地震ですね、あんなんじゃ話になんねえじゃないかって気がするわけですよ。だからあそこをですね、その震源地を確定しない地震というのをですね、もっとどでかいやつ、例えば宮城岩手のようなやつですね、ああいうようなやつを想定して、それは先ほど の発言した方のその意見とも絡むと思うんですけど、僕は両方やればいいと。震源地を特定するものと特定しないもので、その特定しないものの方についてはですね、日本で最大のですねクラスの地震を想定して計算しろっていうふうにやるべきじゃないかと、その2点をちょっと意見として申し上げたいと思います。最初の問題はね、さっき の確かさの問題とように日本では捉えられておりますけど、ガイドでいきますと不確かさは 3.3.3 という項目の中になってて、もう一つそのばらつきという項目があってですね、これは 3.2.3 項目 3.2.3 なんです。竹村式とか その経験式は平均値であるからばらつきを考慮すべきであるという項目になっているんですよ。ということは平均だけ見てたんではダメなんで、その点をばらついてるわけで、それの中最大のところを取ってこいという話につながっていると思います。その点だから米国ではそういうはっきりその概念2つ区別されて扱われている、日本ではされてないということです。あれですか、アメリカでは最大値と思ったりしてるんですか。そこはちょっとよく詳しくよくわからないけど、バラエリティとアンサーティンというはっきり区別して概念見せとられる。確かにプロントを見てね、議論としては一番こう右の点を取れっていう、なんか主張はできそうな気もしたんです。それはいや、ちょっとやっても、我々は裁判の中でやってきてるんですけど、だからその竹村式とってもまあ竹村式もばらついてるのがあるんですよ。だからそれのさらにばらついてる一番右を取れという主張にはなってるわけですね。いや、なんですが、最初の
その時系列の高上さんのあれを見て、私これ全然承知してなかったんですけど、その要するに7月13日に、規制庁に規制庁が規制委員会に報告をしたけど詳細がなくて報告だけという、その報告を、田中委員長としてはそんなものをしなければよかったみたいなことで、ああいう YouTube で流れていたわけですか。で結局その7月の20日の委員会の時にきちんとした説明をするようにという指示を出して、それで明日の定例でその指示通りに説明を、その13日の説明をきちんとするという形になるわけですか。っていうことは田中委員長はこれをもう闇に葬りたいみたいな思いで、結果がそういう結果が出てしまったのをなしにしたいはずなのに、それをまたそのまま説明を受けるという形で公にするってことなんですか。なんかちょっと意味が分かる。ですね、19日の様子は先ほど言っていただいた通りです。で規制庁側がしきりに言ってたのは、入倉式と竹村式を入れ替えるとそれだけじゃ済まないと。で、アスペリティを設定するときにね、アスペリティの面積が大きくなりすぎて元々の断層面積を超えてしまうと、こんなことはありえないと、でその状態で何か割り振っていくと逆に揺れがちっちゃくなっちゃうと。で小さくしないように、なるべく小さくしないようにという意図ですので、それはやめて、で、アスペリティの配置については関西電力がやったものを採用した上で、アスペリティのから出てくる地震動の強さを強くしたと、でこれはもう無理なんだと、無理には無理を重ねてんだと。で島崎さんは、いやそれはね、矛盾じゃなくて当然の帰結ですと。で地震モーメントを大きくしたんだから、どっかでね、アスペリティから出てくるエネルギーも強くすると、応力効果量って言うんですけどね、応力効果量を上げて全体としてアスペリティから出てくるエネルギーを強くするっていうのは当然の帰結で当たり前のことをやって、そこをうまくやってくれたと、でありがたいと、それについてありがたいという言い方をしていて、で規制庁はその必死に無理をしたんだというような言い方をしたり、あと石渡りなんかは竹村式はそもそも神戸では合わなかったではないかとかですね、あるいは島崎さん、これは田中委員長ですけど、島崎さんはなんで規制庁に話を持ってくるんだと、自分たち その学問の場で決着してから話を持ってこいみたいな、だんだんこう起こってきてですね、で20日の規制委員会の後の記者会見の段階では、もう規制庁の再計算そのものは一回撤回するみたいなことを言って、で記者から本当に撤回しちゃうんですかと言われたら、いやいやちょっとあやめやな状態になって、でもほぼ撤回しますとか、そういう言い方はしてるんですよ。だから少なくとも田中委員長自身は規制庁がこの再計算をしたことそのものを否定したいというような状況で、ただ単純にそういう流れでいくのか、あるいはその自分たちがやった計算にいろいろね問題点があるみたいなところをつく形をとって、竹村式なんて使っちゃダメだよみたいな方向にもしかしたら持っていくかもしれないっていうのは、ちょっと今の流れでいくとちょっと疑問があるので、やっぱりそこをなんとか、やっぱり竹村式できちんと評価しようっていうのは言っていかなきゃいけないのかなというふうに思います。この今の最後のディスカッションというのは、例えば この今の状態をどうこっちが活用してっていうか、どういうふうに使っていったらいいかっていうか、もうすごく大事な問題で、本当にこう、分岐点でもなんかここでうまく展開できたらすごく大きいし大事なことなので、それはもうみんなで確認してると思うけど、それをどういうふうにやったらいいかっていうこと話だと思うんですね、今ここで。だからそれをどういうふうにやったらいいかのいくつかは、一番多分大事なのは世間に
この規制庁、まあ、規制委員会がやろうとしているインチキがもうバレるっていうことだと思うので、まあ、一番簡単に言うと、でそこがどういうからくりなのか、どういういろんなこうインチキをして小さく例えば評価しちゃったのかとか、どうやったら明日、いやこんなのはもう無理なものだった、無理なものだったっていういろんなこう理屈をいろんなこと言って、そしてそもそも計算はいけなかったんだって思ってちゃうかを分かりやすくいろんな人に伝えていくっていうか、そんなのインチキじゃダメだっていうふうになるっていうことだと思うんですよね。でそのうちの一つが明日のやるときに出すときの前にいくつか私たちがこう質問を出しちゃうっていう、もう明日の今日の明日ですけど、例えば36ってなぜこうなっちゃったのとか、それからその竹村式自身を不確かさにしちゃうなんてこんなのおかしいじゃんみたいな、でそれがおかしい、こういうのおかしいと思うけどもなぜできるっていうのみたいな、そういういくつかやって、で記者にも渡していかに明日がインチキな説明かっていうことをこうやるっていうか、で記者がどのくらい突っ込めるかがものすごく大事じゃないかなと思うんですよね、などなどこっちがやることがいっぱいあると思うので、そういうふうにこういろいろやっていきましょうっていうのが提案です。ありがとうございます。すいません、7月20日の毎日新聞の夕刊でね、高木翔吾さんがすごく島崎さんにインタビューしてくれてて、もうインタビューで島崎さんはもう変人と思われてもいいんだと言ってという覚悟でやるって言ってくれてね、その気持ちをこう無駄にしちゃいけないというか思って、でその中で一つ、自分は強心労の専門家じゃないので強心労の人にやって計算、強心労の計算がどれ程度確かなのかが問題ですって言ってくれてるので、今日杉原さんも来てるけどね、原子力規制委員市民のね会の専門家の人たちね、その強心労の人、強心労の人もその人もう高木翔吾さんがまたその人にもインタビューしてくれてるっていうかね、言ってくれてるんですけど、その人に関わってもらってやってもらって、その問題点を明らかにしてもらいたいなと思いました。はい、で高木翔吾さんが素晴らしいなと思いました。はい、私は東京新聞なんで、毎日新聞の人はよく読んでください。はい、ありがとうございます。この記事です、この記事です。ちょっと今のだけで言うと、さっきのね、ジェーネスの方が、ね、向かって右に行ったと思いますけれども、ジェーネスはだから中越沖地震の起きた時にね、柏崎刈羽原発は大丈夫なのかっていうのが、まあ、大きな問題になった時に、まあ、さっき言ったね、東電がいろいろ要因分析をして計算したりっていうのに対して、チェックをかけてます。だから自分たちで独自でちゃんと中越沖地震をどう再現、なんであんなに揺れたのかっていうのをね、再現する作業をやってますので、多分ちゃんと強心労の計算ができる、そういう技術集団だと思います。それからもう一つ、今日お配りした新聞記事が、城の一番後ろからについてると思うんですけども、これの、表側って言ったらいいのかな、福井新聞、福井新聞の一番最後の方に、釜江さんっていうですね、京大原子炉実験場、だから強心労といえばね、入倉さんか釜江さんか高潔さんかみたいな、多分そういう感じになると思うんですけど、その中の一人の釜江さんが、島崎氏の指摘を具現化する計算としては間違っていないっていうふうに、なんかコメントしてますので、まあ、だからそういう意味では、まあ、釜江さんと、まあ、どちらかというとですね、なんていうか、向こう側の多分よりの見解を出す方だと思うんですけども、まあ、その方もちゃんとお墨付きを出してると思います。運動の問題です、はい、ちょっと一言だけ、はい、これで最後にしたいと思います。はい、1分ぐらい、この問題、私も外線に出て説明してるんですけど、ほとんどの人が分からないって言われちゃうんですね。それで、今ご指摘のように、規制庁がね、なんとズルやってるっていう部分が
みんなに伝わるようにして、なんかね、ここが間違ってて、ここをずるしてるっていうのが分かるように、私たちにも言ってくださると、一応勉強はしますけれども、普通の方々に説明して、会社にしてるときに、全然分からない、否定されちゃうんですよね、すいません。はい、実は私もそう思って、自慢してるわけじゃないですよ。この図を一生懸命で作ったんです。でだから確かにこうややこしい問題ではあるとは思うんですが、決して難しい問題ではないと私は思いました。で、勉強してる記者の人にはきちっと伝わっているんじゃないかと思います。ただ、そうとばかりも言えないので、まあ、なるべくアイリンさんの提案のように記者の人に質問させるような、すごく単純化して、なぜ356がガルなんだとか不確かさはどうなんだっていう、なんか私はその2点ぐらいでいいと思うんですが、それもまた一般に伝える時もなんかその2点をなんか、ね、単純化してざっくり言うみたいな、そんな感じかなと思っております。なるべくデータ今日使ったパワーポイントとか、ただちょっと失礼ながら難しいなって私も思いました。ちょっとややこしいところもあるんですが、なるべくその、データとかはブログとかにアップ しますので、皆さんぜひ拡散していただければと思います。すいません、最後にね、すいません、最後に田中院長も言いかねないのは、やっぱりこういうのは学面的議論がいろいろあるけども、ここではそういうことをやる場じゃないから、そこは全部整理してから持ってきてくれて、その後に規制庁が、規制委員会が見るみたいな。だから今のところはもういろんな話があるけども、もう今までやってきたまま続けますと、よっぽどはっきりしたものが出てこなければみたいな、それでもシャンシャンにしようとしてると思うんで、その辺をどう抑えるか。いや、それはそういうことを言うんだったら、それまで原発を動かすなんていうことですよ ね、 ね、そういうことになりますので、いや、それは本当にそんなのは許されない話だと思います。一言だけね、はい、だから今のアイリーさんのことに対してはね、その安全側を取ってないっていうのは超もちろん、つまり不確定な時に安全側を取る姿勢がなかったんで、科学的な見方もないわけ。科学的な論争と現実の中での安全、科学的な論争の正確さと、それについてはまあいいでしょう。もう一つ、じゃあ結局においては安全を取るという原則はどうなっているんですか。だから規制委員会がそういうことを言い出したら、はい、冗談じゃないっていうのがもう世間の当たり前の常識に。そうですね、そうしたいですね。ということで、ぜひ可能な方は明日傍聴に行ってですね、傍聴に行って、なんかちょっと叫んでしまうのか、ちょっと難しいテクニカルな叫びになるかもしれませんが、はい、詳しく伝えとか、そういうの、はい、そうですね、不確かさを詰めとかね、死ぬことでもいいんですけど、今日の調子は違うぞというそういった持ちをされたらいかがでしょうか。はい、ということで時間がありましたので、今日は、終了したいと思います。はい、こういういろんなの各地でですね、何がどうなってるのか、そしてもうみんなで分かりやすく伝えてこようっていうことで、京都で7月31日に集会をやります、同志社大学で。で、だからそのように、まあ、東京でもいろんな各地でもそういう勉強会、学習会をしていければというふうに思います。で、同志社でやるのはその弁護士の穂森先生に来てもらって、あと美浜の会の小山先生、そして若狭ネットの長澤先生という3人でやります。そういう感じでいろんな各地でやっていければと思います。では今日本当に有意義な集まりだったと思います。みんなでこの問題宣伝していきましょう。はい、お疲れ様でした。終了します。